さあ2019年、いよいよ今年調布市ではラグビーの世界一を決める大会が行われるということで、ラグビー熱が徐々に高まってきましたよね。というわけで今回はすでにラグビーに詳しい人も、これからラグビーを知っていく人にもとっておきな情報をお届けします。さてやってきましたのは府中市にあります東芝府中事業所です。今こちらのグラウンドで練習しているのがジャパンラグビートップリーグに所属する東芝ブレイブルーパスです。東芝ブレイブルーパスは1948年に東芝ラグビー部として創部、日本選手権大会3連覇、全国社会人大会優勝など華々しい成績を残し、2006年にはチーム名を東芝ラグビー部東芝ブレイブルーパスと改称。新リーグジャパンラグビートップリーグが2003年に発足してから、ブレイブルーパスはこれまで5回のリーグ優勝、日本選手権大会カップ戦の優勝など輝かしい成績を残してきた名門チームです。では広瀬コーチにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう広瀬コーチといえば、はい、高校大学東芝日本代表でもうずっとキャプテンをされてきたっていう、はい、なんか日本代表のなんかこうキャプテンというイメージがありますけれども。おますか。ほんまですよ。見てないでしょう。見てますよ、ね、ずっと見てました。大阪ですね。そうなんですよ、はい、だから本当に今もうキャプテンにお話伺いたいと思ってすごく嬉しいんですけど、はい、ちょっともう一から伺いたいんですが、はい、何がきっかけでラグビーを始められたんですか。まあ、ラグビー始めたのは親の影響ですね。まあ、親がやってたわけじゃないですけど、ラグビーが好きで、まあ、やらしたいということでやりましたけど。それは何歳の時なんですか。5歳の時、5歳成り立てぐらいですかね。10月誕生日で、ほんま4月から始まるんですけど、大体ね、僕10月から入ったんで最初めっちゃ嫌やったです。それでもやっぱりラグビーを続けて、なんか知らんけどやってましたね。なんか知らんけど、なんか知らんけど、なんでなんですか。なんでやろうな。まあみんな優しかったし、まあ面白い人多いですよね、ラグビーやってる人。あとはまあ大人になったらまあいろんなポジションがあって、まあちょっと太ってる人も大きい人もちっちゃい人もみんなできるんで、なんかそんなところに惹かれたのかな。広瀬さんはずっとこうスタンドオフですとか、はい、センターという、はい、ウィングね、ウィングですね、はい、というポジションをされてきましたけども、はい、そのポジションっていうのはなんでそのポジションを選ばれたんですか。ちょっと頭を使うようなポジションだとか、まあ、ある程度足が速かったりしたんで、まあ、そのポジションを選んでもらいましたけど、頭が良くて走るのが速かったからそのポジションになった、うん、って感じ、てんてんてんって感じですよね。まあ、今年はラグビーの世界大会もあるということで、うん、ラグビーに触れる機会って皆さんすごく増えると思うんですよ、うん、はい、でもなんかまあラグビー知らないしって思ってる方もいると思うんですけど、はい、まずはどういうポイントを見るのが楽しめますかね。ぶつかるところが一つ魅力かなと思いますし、まあ、このボールがすごいスピーディーにどんどん動いていくとか、まあ、あとはボール持ってる人のステップも面白いですし、なんかその人それぞれが持ってる感性をなんか楽しめるんじゃないかなと思いますけどね。ぶつかるのは好きな人もいるし、まあ、あとはすごい大きい人があんだけ走れるってね、2メーターぐらいの人をぶつかりに来るってね、まあ、それだけの魅力あるのかなと思いますし、ワールドカップとかで言えばトーナメント行ったら1週間1回ぐらいしか試合ないし、でラグビーファンの人1週間暇してるから、はい、その間になんか観光とかね、一緒にツアーとか、そうなんですか。そうですよ、1週間1回しか試合ないですよ。 そうなんですか。あとの6日間みんなね、練習しないんですよ。何しようかな。あ、選手は練習しますよ。何言ってるんですか。もう選手っすよ。そうですよ。やっぱりこう海外の選手っていうのは違いますか。今まで僕ら2015年のワールドカップの24年間勝ったことなかったんで、やっぱり違うなとか、やっぱり強いなって、なんかみんな先入観も来たんですけど、まあ、前回のワールドカップで南アフリカ含めて3勝して、なんかみんなのマインドセット変わったのかなって思うんで。でもこう日本代表も、もう海外の選手と互角に戦えるぐらいのレベルになってきてるってことですよね、うんうん、そうですね。まあ、スーパーラグビーで今サンウルブズってチームが参入してますし、まあ、今国内のトップリーグにも、まあ、100キャップ以上持ってる選手がどんどん来てくれたんで、今年だ、まあ、去年だったらダン・カーターとかね、ああいう選手がすごいいいプレーしてくれると、もしくはこう次回に対戦すると、まあ、世界のトップ選手の肌をなんか肌感覚で分かるっていうか、それはすごい大事なことかなと思いますけど。最後に、はい、テレビの前の皆さんに熱いメッセージを、はい、お願いします。まあ、トップリーグ もうすごい楽しいですし、まあ、ワールドカップは本当に4年に一度の大会で、選手はそのために命かけてやってるんで、その戦い様をぜひ見てほしいですし、
まあ、その試合を生で見るだけじゃなくてファンドもあるし支えるのもあるし、まあ、もしくは来年以降ねどっかでやるにもつながってほしいなというふうに思って、まあ、スポーツを通じてみんなの人生豊かになるとか楽しい時間を過ごせることになれば嬉しいなと思ってます。やっぱりキャプテンですね。素晴らしい。うわいいこと言ってくれますね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これからも楽しみにしています。では徳永選手にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりラグビー選手間近で見ると大きいですね。まあそうですね、まあ、自分一応東芝の中で大きい方に分類されてるんですけど、まだまだ外国人大きいです。そうなんですか、はい、それでもまあグラウンドに入ったらちっちゃいねって言われることが多いですよ僕とか。え、この体格でちっちゃいねって言われるんですか。はい、グラウンド上ではちっちゃく見えるんですけど横に並んだら意外と大きいっていう。いや、グラウンド上でも全然大きかったですそれぐらいみんなめちゃくちゃ大きい選手が多いですか、はい、でまたこの足いいですか。あ、はい、全然すごいですね。相手に掴まれた状態で走らないといけないので足が太くないといけないです。徳永選手のポジションは、まあ、ナンバー8とかフランカーと呼ばれるところなんですけど花形のポジションと言われてます。そうですか、うん、でも、はい、あのナンバー8とかってこうスクラム組む、はい、一番後ろですよね。でこう後ろから押し下げる、はい、まあフォワードの中ではどちらかというと目立つポジションで、まあ、写真とかも撮ってもらえたりだとか映像にも抜いていただけたりっていうことが多いのでそこですかえ、何歳の時からラグビーを始めたんですか。僕小学校1年生から7歳ですね。きっかけは何だったんですか、はい、小学校1年生の時130センチぐらいあって、うん、その結構喧嘩だとかっていうのが多い子だったんでそのストレス発散じゃないですけどそこに連れてった方がいいっていうことで。時々そのパターン聞きますね力が有り余ってるこの子みたいな。 で、ね、はい、でもそのラグビーを長く続けられたラグビーの魅力はどんなところですか。そうですね、ラグビーってパスがあってコンタクトがあってキックがあって。コンタクトって何ですか。相手にぶつかりに行ったり、はい、そのぶつかる中でもハンドオフだとかステップでずらしたりだとかってめちゃくちゃ自分の中で引き出しっていうか技術が必要なんですよね。でそれで相手を抜けた時がとても気持ちいいんでそれでハマってしまいました、ね、でもフォワードはフォワードでこのガーンってこうぶつかり合うじゃないですか、はい、あれ怖くないんですか。正直外国人の時たまに怖かったりします。そういう時ってこうちょっと引いてみたりするんですか。いやいやそれは自分が負けるとチームが負けちゃうんでそれは絶対できないんでチームが勝つためには自分犠牲にするっていうのは僕の中で持ってるものなのでかっこいいかっこつけておきますでもスクラムってあれですか、肩と肩をぶつけ合ってるんですか。そうですね、前列は一番前同士は肩と肩ぶつけてて、その前列の後ろお尻を押してあげてそれがどんどん連結していってるみたいな感じで8人と8人で押し合ってる。え、じゃあもう全力でもうギューギューって押し合ってる感じなんですか。そうです、はい、多分もうプロップ前列の 1,2,3 番の人に聞いたら分かると思いますけど多分試合終わったら身長縮んでると思いますそして今年は世界大会が日本で行われるじゃないですか、はい、どんなところが見どころだと思われますか。そうですね、その日本代表はそのいろんなスキルを持ってその相手の穴をついていくっていうラグビーが魅力だと思うので、まあ、そういう個人個人のスキルの高さっていうところに注目してほしいかなというふうに思います。世界の選手を相手にすると、はい、ちょっとこうあってこう気持ちが引いてしまう部分ってあったりするんですか。いやそれはないですね、うん、もうそこの試合に出れることが自分にとってとてつもない喜びなので、はい、じゃあこうスクラムで後ろに押しながら今写真撮られてるかなとかそういうなんかそういうミーハーな気持ちはその試合中はないですね、はい、しっかり集中してます 100% そうなんです、はい、ちゃんと後ろの選手ともちゃんとコミュニケーションを取って、そうですね、はい、ラグビーのことだけを考えた80分間です。ではですね、最後にですねテレビの向こうの皆さんにメッセージを、はい、熱いメッセージをお願いします、はい、開幕戦が、東京スタジアムでありますので、ぜひ会場まで足運んで応援してください。よろしくお願いします。あれ、徳永選手の応援は求めなくていいですか。まず出ることが大事なので本当にいいんですか。もちろんですよ、まあ、自分たちのやりたいラグビーを体現できるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。今度またお会いするときはさらに筋肉が大きくなってる感じです。そうですね、また今からトレーニング行っていきます。わかりました、はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。